エベン・モグレン、エベン・モグレン、1959年7月13日体はアメリカ合衆国コロンビア大学の教授である。専門は法、法政治、知的財産権を専門とする弁護士でもある。フリーソフトウェア財団、フリーソフトウェアファンデーション、FSF をはじめとするフリーソフトウェアオープンソースソフトウェアの開発を行う。 多くの非営利団体や個人をプロボので援助する法的式ソフトウェアフリーダムローセンター SFLC を共同で設立し2011年現在その理事、顧問、ディレクターカウンセル並びに議長、チェアマン、代表を務めている2007年まで FSF の顧問弁護士、法律顧問であったリチャード・ストールマンらと共に FSF の GNU General Public License Ver.3、GNU, GPLV.3 の起草者並びに著作者である。IBM のコンピュータプログラミング言語の設計者として、まず最初の職歴を刻んでいる。その後、彼は、スワースモア大学で学び、在学中に、フィリップ・エム・ヒックス賞の文芸評論部門、フィリップ・ム・ヒックス・プライズ・フォー・リテラリー・クリティシズムを受賞している。 1980年、同大学で学士号を取得した。1985年には、イエール大学でジュリス・ドクター、ジャース・ドクター、JD と歴史学のエムフィルを授与されている。1987年からは、ハーバード大学、テルアビブ大学、バージニア大学に講師として招聘されている。 1986年から1987年までサーンフットマーシャルハンジノを務めた。1987年、彼はコロンビアロースクールに入学し、1988年、ニューヨークにて弁護士資格を得た。彼は1993年にイエール大学にて歴史学の PhD も授与されている。モグレンは、 米国の特許制度の乱用を監視する非営利団体、パブリックパテントファンデーションの理事、ディレクターを務めていた。また、米国の暗号輸出規制の真っ只だ中、公開鍵暗号システムの実装である、プリティ、グッドプライバシー、PGP を作成したフィルジマーマンが、当局の取り調べを受けたことに対し、彼の弁護士を務めていた。2003年には、電子フロンティア財団、 エレクトロニックフロンティアファンデーション F のを受賞している。2005年2月、ソフトウェアフリーダムローセンター SFLC を設立した。モグレンと FSF との関係は深く、1994年からは、主席、ホームコモン、ゼネラルカウンセル、2000年から2007年までは、理事を務めていた。 顧モンとしてのモグレンの仕事は FSF の法的な代理人として GNU ゼネラルパブリックライセンス GPL の強制、エンォースメントに関する任務であった。後に彼は GPLV3 の走行策定作業にも深く関与するようになった。2007年4月23日、彼は FSF の理事を退く胸の記事をブログに書いた。 モグレンは GPLV3 走行第3版を公開した後は執筆活動や教育そして SFLC の活動により注力したい旨か立った。2011年2月、モグレンはフリーダムバックスと呼ばれる非常に小さいサーバー用のソフトウェアの設計のためフリーダムバックスファンデーションという団体を創設した。この団体は小規模な家庭用コンピュータ単位でありかつ自立動作。 する、大規模な分散型ソーシャルネットワークを構築するためのフリーソフトウェアを作成することを目標に掲げている。フリーダムバックスは全てフリーソフトウェアで稼働しかつ、情報対策、防具用,用に一得通信を可能にする安価な個人用サーバーである。同財団創設の目的にはフリーダムバックスのソフトウェア開発並びに展開のメシ金調達を行うことも含まれている。 モグレンは同年内に公式にフリーダムバックスを立ち上げられるようにするため50万ドル以上を調達することを望んでいる。モグレンは情報技術機器に取り囲まれ依存している我々が民主主義と自由社会を成立させるにはフリーソフトウェアが必要不可欠な要素であると主張する。彼はこれら機器がフリーソフトウェアの導入によりすべてオープンとなること以外に 等しく勢力均衡を図ることはできないと述べる。ファラデーの法則の例えから導かれたモグレンの結論はインターネットを開始接続される人類の思考における情報の発言と潮流は電磁誘導に類似するというものである。それゆえ彼は抵抗者よ立ち上がれレジストザレジスタンス情報の流れをせき止めるものを排除せよなどという フレーズを残している。2006年、インドニューデリーで語ったところによれば、彼は、複製される価値のあるものは皆共有される価値がある。anything that is worth copying is worth sharing という意見を述べている。また別の引用では、我々が多くのものを投げ打てば打つほど、我々はより止めるのだ。ザモアウィーギブアウェイ、ザレッチャーウィービカム、そして、 インドイラーハーバード高等裁判所のある判事によるフリーソフトウェア、オープンソースソフトウェアについての課題に関する講演を聞いた後、彼は我々の仲間である判事の将来に関し、フリーソフトウェアとのほんのわずかな出会いでさえも、いかにして一人の人間を勇気づけることができるのかということに注意してもらいたい。Note how even the smallest encounter with フリーソフトウェア can make エーマンチファル About the future of our judge と述べた。モグレンは、プロプライエタリソフトウェアの概念は、プロプライエタリ数学、プロプライエタリ幾何学などを作り出すことと同じほど滑稽であると考えている。そのような概念は、学ぶことのできる何かから買わなければならない何かへ、えっと問題を変えてしまっている、と彼は主張する。彼は、ソフトウェアというのは、とりわけコストを全くかけずに、 何度も何度も無限にコピーできるものである、と指摘する。モグレンは、彼が、利己主義のゴンゲであると呼んだものについて、批判し続けている。彼は、ユーザーが把握できない、修復できない、そして利用できないコンピュータで埋め尽くされた、世界用意にアクセスできない、プロプライエタリソフトウェアで支配された世界など機械に、支配されたも同然である。と話している。 彼は弁護士たちにフリーソフトウェア運動を支えるよう訴え続けている。曰くコードを共有したいと考える人々が余計な法的リスクなしに製品を作り著作物を共有できるようにしなければならない。と、彼は同僚の放送関係者に対しすべてに声を上げるためには少しの諦めも必要だ。共有の概念について真摯に考えよう。と力説する。 モグレンは人々からサトシを剥奪することに帰着させる流行に対し批判し続けている。フリーソフトウェアとプロプライエタリソフトウェアの対立においては負け組に立つ少数のものに大多数の人々は文句を言い続けられるだろう。と彼は述べている。モグレンはソフトウェアのソースコードを作り出した人々とそれを利用するユーザー双方資料。 深く尊重することを求めている。一般的にこの考え方はメディア、流通チャンネル、そしてソフトウェアを特権的に所有する者のへの革命であるとモグレンが定義づける概念の一部でる。2009年3月13日、シアトル大学で行った講演の中でモグレンはフリーソフトウェア運動について言論の自由との関連から次のように述べている。皆が 報道機関を所有したとすれば、報道の自由は皆に属することとなる。この推論は最もらしく見える。我々が活動を続け、報道機関、出版社が、そのような活動に違和感なく慣れ親しようになれば、彼らが我々になり、我々が彼らになる。事実、アメリカ合衆国憲法修正第一条は次を、意味する、議会は、中略言論。 報道の自由を制限する法を定めてはならない。攻略。20世紀の過程の中で、とかく主張されがちだったが決して次のような意味ではない。議会は、ザルツバーガー家に背いて、神聖なる彼らの権利を侵害する法律を作ってはならない。と。デジタル著作権管理、デジタルライツマネージメント、DRM に関するテーマでは、モグレンはかつてこう述べていた。 我々は、また、何かをいじくり回す権利を、ほぼ実質的に失いつつある世界に住んでいる。これは、映画会社や音楽企業が食い物にしているに、違いないからだそうだ。私も彼らが食い物にしているに違いないと認める。しかし、例えば私のような人間は、彼らは少し食いぶちを減らすべきだと考える。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。